こんにちは、パーカッションの高文です。ゼロから始めるパーカッション、マラカス戦。この動画では、サルサで使われます、マラカスの王道パターン。このパターンを集中して解説、マスターしていきます。はい、まず基本のパターンからやってみましょう。手順は右左、右左、ずっと交互で、8カウント。1、2、3、4、5。1,2 がダウン、3,4 がフォーワードでアクセントで、また5,6 がダウン、7,8 がフォーワードでアクセントです。次にこの前半部分、1、2、3、4の部分を少し変化させます。ゆっくりやると、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8と振ります。1、2、3の部分が少しリズムが細かくなっています。手順は右、右、左で、タッ、タッ、タッというリズムで、両方ともダウンです。一緒にやってみましょう。ワン、ツー、あ、あ、あ。はい、ここからが問題なんですけれども、今のパターンにさらに細かい音符を加えて、スピード感のあるフレーズにします。タッタララッというところですね。手順はですね、ゆっくりやると、ワ、ツー、イ、エ、ティ、フォーになります。ワ、ツー、イ、エ、ティ、フォー。一回、右手のバックハンドが入ります。ワ、ツー、イ、エ、ティ、フォー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 。はい、ボレロの時のようにタッタタタタッタッと3連符に、聞こえるような感じもするんですけれども、やってる意識としてはですね、明確に3連符タッタタタタッ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 とやろうとしてるよりかは、限りなく、装飾音符みたいな感じでタッドラタッ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 ドラタッ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 、ちょっとこう食ったような感じなので、ワトゥイアティフォー、特にこうバックハンドだと意識しなくてもですね、こう連続で打つ流れの中で自然に、後ろの壁面に当たってくれますので、ワ、ツー、スリー、フォー、ファイ、シックス、ツーからスリーの時ですね、ダウンの状態から、フォワード、前に鋭く押し出そうとすると、必ずこの後ろの壁面にタタタ
ただ、た、ただって、ちょっと余計な音が出ると思うんですけれども、これを活かして、前半部分の1、2、3、4だけやると。はい、いかがでしょうか？できましたでしょうか？たったらったってところはですね。まあ、3連符のような気もするんですけれども、特にまあ、何分音符っていうのを意識せず、だっぷらだっぱぱぱ、ぷらばっぱぱぱってこう。巻き舌をするような感じで3に向かってスピード感が出れば OK です。ちなみに今回のパターンはマラカスを寝かせて小さな音で演奏するときも、一応演奏することができますので合わせて練習してみてください。はい、こんな感じでパーカッションのレッスンや情報発信を毎日しておりますので、よろしければぜひぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また。